すっげえ。滝の裏にこんな遺跡があったとは。それでここではどんな修行？ここで九尾と戦う。ね？九尾と戦うって？まさか無茶なことするんじゃないでしょうね。無茶しないでコントロールできると思うな、バカ野郎。この野郎、ここは昔から人中力に選ばれた者が急ぎを行う神聖すぎる場所だ。しかし大和隊長、俺は九尾の力をコントロールするためにここへ来た。これは俺にとっても大切なことだ。逃げらんねえ。ナルト、よし、まずは美獣と対話する。この先にある建物に行くぞ。おっす。ここが、この中へ入って座って目を閉じ集中する。そうすれば美獣に会うことができる。いよいよだってばよ。ナルト、本当に大丈夫なのか？俺は一度言ったことは曲げねえよ。ふん、オーケー。それじゃあ中に入るぜ。第4章ナルト出生。俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前に施された九尾の封印術はどんなのだ？封印術？師匠封印です。師匠封印か、立派なもんじゃねえか。俺様の鉄鋼封印よ。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかず九尾が完全復活したらどうするんです？この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって？しかし、そうはならねえよ。俺がやってみせっから。ナルト、よし、そろそろ扉を閉める。これから九尾とのやり取りを。ナルト、お前に簡単。ルールは、精神の中で九尾と挨拶したらまず封印を解け。九尾が封印から出てきたら自分のチャクラで九尾のチャクラを捕まえて引っ張り抜け。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。この常識。九尾から直接九尾のチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぞ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか、説明はいらねえな。よう、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様、本当のお前はどこへ行った？感じないぞ。ここにいるだろ、お前の目の前によ。どういうつもりだ？もう分かってるだろ。そうか、
わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか。確実に決まってる。おっちゃんの力を借りるのも一つの手だけど、ここは俺一人の力でやりたい。 B のおっちゃんには悪いけど、ここは俺一人にやらせてくれ。あえて進むか、修羅の道だけど、ナルトの力も全くの未知。OK、その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの話なしだけ。うん、サンキューだってばよ。 OK、 お前の気概を汲み取る。俺様ナイスガイ。行ってこい。戦闘開始。いいや、なるほどはそう難しい。だからね、この戦いには勝負のチャクラを奪うが目的。けど今のキュウリは元気で難敵。まずは奴の体力を削るには優先。出ないとチャクラは奪えません。キュウリの攻撃はかなり熾烈。それをかわして近づけ、しれっと。わかったか。わしの足元にも及ぶ。練り潰してる。チャレンジャー
お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎる。あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて。ナルト。まさか。もうわかった。お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの。違ってまで。いってー。あ、ツーハツ。いきなりどついちゃった。ったく、何なんだってば。ってばね。生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。そう、ミナと何も言わなかったのね。もう、まったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。おのれ、わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ。屈しな。母ちゃん。何でもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん？父ちゃんなら、前に出てきて、キュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時も、すげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで？ミナトは、あなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら、俺ってば美男子ってことだろ？
それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と港が初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と港は一緒のクラスになった。私から見た港の第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね、里のみんなに認められる火影になりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげー強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、港を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、港が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の港はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より港を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう、すっげえ安心する。それにすっげえ嬉しい。
が溢れる。今なら受ける。この勝負俺が勝つ。戦闘開始。
まだこんだけの力が。やっぱすげえやお前。でもごめんな。しねえから少しの間待っててくれ。やったわね、ナルト。うん。ん？母ちゃんは今これで港のところへやっと行ける。うん。でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力。まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた？それに器ってどういうことだよ。渦潮枕は封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか。そうよ。だとそれ、何なんだよそれは。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった？うん。もうナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前に木の葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、港は時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会？何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために美獣の封印が
それに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと、里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けて九尾が出てきてしまった場合のことを考えての処置。港も出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるから、ちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは湊斗、私のこと子供扱いしてる？いや、そんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。分かったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。まったく、ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。こんにちは。クシナさん、あ、迎えの方ですか？はい、もう準備はよろしいのですか？はい、大丈夫です。わかりました、こちらの準備は整っています。行きましょう。いよいよね。緊張してきた。そうして私は結界に向かった。結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね。あとは
私があなたを産むだけの状態になってた。正直、初めてのことだったから不安はあった。封印の心配もあったし。でも、ミナトがずっとそばにいてくれて、私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからは、ちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いし、なかなか生まれないし、キュービも暴れ出すし。でも、少しずつ、少しずつ、自分に子供ができるって嬉しい気持ちに包まれて、そして、元気な産声と一緒に、あなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービを完全に抑え込むよ。四代目火影ミナト、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前は、くそ、まだキュービの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト！さすがだ。だが起爆撃だ。ミナト！ナルト！ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き合い、急がないと。何のつもりなの。お前からキュービを引き出し、この葉を潰す。なんだと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介なミナトを今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。次はコノハだ。待って。おお、すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。キュービの人中力だったお前だ。
こいつで始末してやる。先行なだけはある。だが遅かったな。ミナト、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュービを今すぐ止めて、木ノ葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして？いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。あなたはもう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。もう、ほら、やっぱり喜んでるんだよ。偶然じゃない？偶然でもいいよ。ナルトが喜んでくれてるなら。ミナト、言ってることがめちゃくちゃ。生まれてきたらいっぱい遊ぼうな、ナルト。そうね、生まれてきたらずっと一緒に。
な人。確かあの棚に。すぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う？どっちでもいいよ。俺たちの子供なんだから。ナルト、お前に会える時が待ち遠しいよ。早く会いたい。ナルト。いい子。ミナト。ありがとう。ナルト。私の。子供が私たちの。息子。
丈夫、カイ。ミナト。ここまではなんとかできた。けど、俺のチャクラはもう。ならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は最後まで諦めない。待って。私はまたやれる。時期を伸ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろ4代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに。ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でも、あの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道
連れにした九尾の封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。四季封刃なら俺と一緒に九尾を半分だけ永久に封印できる。だから九尾のもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが二つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミナト、でも信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。私たちの息子だからこそそんな重荷をナルトには背負わせたくない。それに、なんで四季封刃なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。比重バランスのため、国のため、里のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。あなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。
まさかわしを封印。封印だ。キュービをナルトへ封印する。これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。分かったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。クシナと俺のチャクラを。当分は会えない。今、ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて、大きくなりなさい。お風呂には毎日入って、温まることは。それと、夜更かししないで、いっぱい寝ること。それから、お友達を作りなさい。いっぱいじゃなくて、いいから。本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それと、お母さんは苦手だったけど、
勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし、得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること。任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は二十歳になってから、飲みすぎては体に触るから、ほどほどにすること。それと参勤で問題なのが女、母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと、苦しいこと、たくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 本当にいろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。みんなとごめん、私ばっかり。いいんだ。ナルト。父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ、なんとなくしか。でも今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にもキュービより先に愛情が入ってるってわかったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。ミナト、聞いてる？
私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ、ナルト。私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。これはラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいいやつらがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど今ではみんな尊敬してる。忍びの三級はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は木の葉の忍者渦巻きナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと、そんで先代のどの火影をも超えてやること、そんで父ちゃんよりかっけえ男になる、そんで母ちゃんより強え忍びになる。おっしゃ！うわあ！何があった？うまくいったの？とにかくいろいろあって。いよ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔、今、了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。Alright？ え？ありがとう。